さてと、まあ、続きをやっていくんですが、あ、意外と近い。前回終わるときに、風神の歌を覚えて、それを賢者の子孫に聞かせろって、言われたんだよね。で、まあ、その楽器を持ってるのが、この島にいるのは、みんなわかってると思うけど、おそらくここにいるね。今まで何のためにあるんだろうと思ってたけど、多分ここだね。前回だったっけ？まあ、前来た時に、デクの貴様が言ってたからね。マコールはどっかでいねえ。どっかで隠れてやってんじゃねえのって。いねえな。デクの木に最初に会わなきゃダメだったか？ここにいると思ったんだかな。明かりが5つ。使えないか。じゃあまあデクの木に一回会いに行くか。さて、森まで来たよ。デクの木に挨拶しに行けばいいんだよね、多分。さすがにこれでマコーレカルキンのお話聞こえるよね。マコレに会いに来たんだけど。コログだね。マコレどこに行った？探しても無駄ね。どこにいんだ？森に多分いるのは確かなんだろうけど。ちょっとデクの木に聞かせてみるか。風神の歌。さっきんとこじゃねえのかな。以外にありえそうな場所はないけどな。ああ、どうせだし上に登って宝箱でも取りに行くか。そい。いけるよな。あ、なんか引っかかった。危ない危ない。まあ2倍化してるし余裕かな。そ、いいよ。危ない。うん、目の前。なんだ？なんだって大体宝のマップだと思うけど。宝のマップ。開いとくか。どこだこれ？こっちかな？違った。どっかの妖精島だな。向き的に大体多分、東のどっか。どこに行った？マコーレ。赤獅子のおっさんは向こうにいるから。あー、やべ。まあいいや。え、泳いでいけるかな？降りちゃったけど。やばい。やばい。あー、でもギリギリ、なんとかなりそうな気もせんでもない。いけ、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ、危ない。え？ま、これ、あそこにいるんじゃないのかな？今の話聞いたから出てくるとかないかな？てか、あそこで風神をやるとか？また間違えた。ここだと思うんだけどな。編集中に見つけたんだけど、見つけたというか、それっぽい場所だなと思ったんだけど。まあやってみっか。マジでマコレはどこにいるの？どうしたらいいんだ。なんかあるかな。昼夜逆転させてみるか。
いない？いねえよ。どこにいるんだよ。早々にお前調べることになっちゃうだろう。なぜいない？森のどっかにいるのか？お前に用はない。どこにいるんだ。いや、もう片方の神殿の方に行けばもう片方のとこに行くの余裕なんだけどな。前回向こう行っちゃったからな。マコレが欲しい。欲しいというか、ん？欲しい？マコレが先にやりたいんだけどな、こっちは。この高台の上とか？島ぐるっと回ってみっか。なんか演奏してたりすっかもな。ちょっと回ってみようぜ。なんか島を何周かしたけど、マジでどこにいるんだあいつ。なんか条件満たさねえと出てこねえのかな。そのうち帰ってくるだろみたいなこと言ってたけどさ、なんか条件あんのかな。ちょっとマコレの方からやりたかったんだけどな。サムネがさ、2回連続賢者の顔になっちゃいそうだから、マコレからやりたかったんだけど、ちょっと調べていいかな。これはちょっと調べよう。これもしかして、なんか順、その何、攻略サイトを見る限りさ、マコレの方が後なんだよね、書いてある記事が。もしかしてなんだけど、攻略の順番ある？これ先に やっとかなきゃいけなかったのかな、あっちを。そっか。じゃあ2回連続賢者の顔になるけど、まあいっか。ワープして飛んだ方が早いか。さてと、まあ近場には出たな。こっちか。あ、朝にしとこう。せっかくなんでね。雨降ってっけど知るかー。あの真正面に見えてるやつだな。なんか一応さ、あのタクト、前も言ったけど、タクト構えた時にパッドの方に楽譜的なのが出るんだけど、左下の隅が空いてるんだよね。多分左上から順々に埋めていくんだとしたら、前覚えた風神の歌って実は最後に覚えるべき歌だったのか。あー、順番逆だったね。なんで行かせてくれないんだろうな。フラグ、なんでそこを自由にしてくれなかったんだろう。あ、違う、魚、まず魚だ。ちょっと待って、アイテム。魚どこだ？今行ったくない？あ、いた。あそこにいた。ついでにこいつの写真も撮っときたいな。ジャンプ中じゃないとダメかな。はいよ。これで最後のマップ埋まるね。うん、大地の島。あんちゃん、そこの島のすんげえ重い湯に守られた洞窟の中に入りたいって思ってないかい。へへ、すっごいネタ教えてやろっか。あ、これ知ってるわ。もう持ってる。はいよ。写真撮ってみたいな。
さすがにこれは取れないっていうかダメでしょ。離れた方がいいかな。お、ちょ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 、どこだどこだ、あれだ、パッドが動く勝手に。いや何もいねえ。オッケー。さてと、まあこれはいいんだ、これは裏で後で二天堂にでも持っとけばいいや。この海賊船とかも取れんのかな。ほい、これは関係ないのか。まあ二天堂に持っていくのは完全に裏でいいや。カモメとかもいけそうだけどな。うー、ここは風が吹いてねえな。あー、そりゃそうか、そりゃそうといえばそうなのか。攻略の順番ってなんか壊れたぞ。これも関係ないのか。火山の島で先にやんなきゃ。おお、ちょ、高獅子大丈夫？当たったよ。火山の島を先にやんなきゃ氷の島のヘビーブーツ取れないから、そういう意味でもこっちが正しい順序だったのかもね。よっこいしょ、ほい、楽だな。前回結構考えさせられたけど、チェックチェック。出るんだっけ。下下真ん中右左真ん中。はあはあのーはあはあのなんだその歌。意味のわからん歌だった。地震の歌。2回連続賢者のサムネになっちゃったよ。マスターソードに選ばれし勇者よ。私の名前はラルト。その昔からこの大地の神殿でマスターソードに大魔の力を宿すため神への祈りを捧げてきたゾーラ族の賢者。そうなんだよな、ゾーラ族がなぜか大地の神殿なんだよな。なんか水辺の神殿はなかったんだろうかって。残念ながらあなたの持つマスターソードはガノンドロフの策謀によってすでにその力を失っています。時の勇者により滅ぼされたガノンドロフが再びハイラルに蘇った時、ガノンドロフはその剣の力を消し去るべくこの神殿を襲い私の命を奪い去りました。あ、じゃあ物語が始まった時点ではもうすでにこの風のタクト始まるちょっと前にやられたのかな。ガノンがさらい出したのがそのちょっと前ぐらいの話じゃないのかな。その剣に再び大魔の力を蘇らせるには私に代わりこの神殿で神に祈りを捧げるものが必要なのです。この精神とは時の部屋みたいになってんのかな。時間の流れが遅いというか止まってそうだけどな。私の血を引き、この聖なる楽器を持つ者、知ってる？それ。時が流れ、代が変わっても、血に込められた使命は、伝承されているはずです。あなたが今、指揮した曲は、そのものに神への祈りの曲を思い出させ、賢者として目覚めさせるためのものです。リンク驚いてるけど、前回やったよ、それ。この扉はそのものの奏でる曲でのみ開きます。あ、そう。あ、扉だったんだ、それ。どうかご分を。初めて知った。まあ、あの楽器持ってる子って言ったら、あの島なんだよな。飛ぶか。よいしょ。毎回ここ来るたんびに音鳴ってんな。どこだ？この辺か？
あ、ラッキー。あ、もうお金ない。ちょ、パンクして。聞こえるね。まあもう別に隠す必要ないけど、あの楽器持ってんのメドリだもんね。やはり賢者はガノンの手に。新たな賢者を探す手がかりは神殿の岩戸に記された楽器の形だ。お前には心当たりがあるか。片方あったんで言ったんですけどね。マコーレカルキンが。マコーレに用があったんだけどな。この人は何してんだ。ああ、そうかそうか、わかったぞ、この人。わかったよ。ちまちまね、攻略サイトの豆情報的なやつとか見てるんだけど、本編の攻略に関係ない情報とか、そいつの人だな。用があるのは、2階の、あそこなんだよね。前回から羽増えてないね。20ないや。ここのミニゲームだな。前に1回だけやったこのポストの仕分けのやつで、一定数の点数以上取ると、なんか新しくバイトが来てっていう話があるらしくて。ちょっとやっていこう。いいかな。25枚以上仕分けなきゃいけないかな。確か。OK。じゃあやろう。ここはまあ早送りか、カットか、なんかしよう。あ、ギリギリ26か。オッケーオッケー。これでいいんじゃないのかな。日付変更がいるかな。よいしょ、日付か、だけど、あれ変わってない。あれ、25点以上じゃなかったっけ？これをクリアしなきゃいけないのか。じゃあまた、早送りかカットかしよう。オッケー、28。すごい運動神経してるね。おじさんたちでも毎日してるのになかなかできないんだよ。これ、バイト料上げなくちゃね。いやもうお金パンパンなんだよね。ね、もしかして君名前はリンクって言うんじゃないかい？そうだろ、そうだよ。いや、親方さんが言っていた子に似てるなぁ、と思って。それじゃあこれぐらいのことできるはずだよ。聞いてるよ、リンクも大変なのに手伝いなんてさせて悪かったね。ちょうど新しいバイトの子を雇ったところなんだ。今度来た時は先輩として指導してあげてくれよ。出入りすればいいかな。ああ、やっぱそうだ。さっき入り口にいた人だ。自分新しくここでアルバイトさせてもらってるっす。緑の服に緑の星？失礼ですが、もしかしてリンクさんじゃないですか。そうだが。ああ、やっぱり。先輩のここでのフリーター伝説はよく聞いてるっす。フリーター言うな。自分の憧れっす。こっちは勇者やぞ。一度その伝説の25枚投げを見せてほしいっす。はぁ、わかった。じゃあ、これもまた早送りかカットしようか。おぉ、ギリギリ。さっきと同じ記録。うおぉ、28枚っす。すごいっす。結構同じとこに投げさせてくれるのありがたかったな。はい、どうした？田舎のお袋に伝えたいっす。先輩、頼みからっす。自分はまだバイトの身ですから、ここを離れるわけにはいかないっす。おふくろへの手紙をポストに出してもらえないっすか？オッケーっす。まあいいでしょう。おふくろって書いてない？これ。おふくろへって書いてあるな、これ。ほんとは手紙ここでどさくさに紛れて仕分けしたらいいんですが、人としてそれはできないっす。ルールっすから。真面目ですね。これ出しに行くとハートのかけらもらえるんで出しましょう。メドリごめんね、待たせて。あ、間違えた、ここじゃなかった。
こっちか。あれ？こっちだっけ？いや、合ってんのか、こっちか。うん、ここか。合ってんのか。ここだ、ここだ。合ってるわ、合ってるわ。こっちから帰んねえから分かんなかったわ。ここだもんね。ふぅ。まあ、送料は別にいいかな。お金いっぱいいっぱいだし。これか。ふいよ。送料かかんのかな？これはここからだと、竜の島に、竜の島ポストハウスに近いので、あ、結局かかるんだ。竜のハウスポストすぐそこですけどね。てか同じ島だよ。よし、メドリンに会いに行こう。散々待たせたな。あれ、メドリンに会いに行こうと思ったけど、この人いるんだな。話しかけれる。まあ、なんとか。いや、やんないです。いつもの人みたいにやるのやめて。特別に竜の島のポストに届くらしいじゃないですか。すごいっすね。はいよ。まあいいや。はい、メドリに会いに行こう。メドリもずーっとね、あのハープ弾いてっからね。そう、オレット。メドリー、会いに来たぞー。行った。先に話しかけよっかな。顔が見えない。あ、前、うん、それ聞いたね。運命の楽器。これ持っている私を呼び止め、今の月になることを勧めてくれたのが、コンブレ様のおばあ様で私の師匠でした。なんか知ってんのかもな。ん？ん？なんかちょっとおかしくね？賢者は楽器を持った状態であそこで音色を捧げ続けてたんだよな。なんでここに楽器あんだ？楽器の精神が分離して一緒にいたのかな？やべえ、変なとこでやっちゃった。メドリ、こっち向いてくんない？はい。お話は、ごめん。それ聞いた。あ、それはタクトじゃないですか。リンクさん、指揮してくださるんですか？私、うまくできるかな？くそ。下か。パッと見ればいいか。メモしてないからな。オッケー。指針の歌。